さあどうぞどうぞお楽に。料理どんどん出ますから。じゃあまあ遠慮なく。立派なお座敷ですねこりゃ。あらこのお酒美味しい。ああ坊さんまや子も早くも宴会モードだよ。仕事だってこと忘れてるんじゃないのかね。谷山さんもどうぞ箸をつけてください。あどうも秋文さん。能登の高級料亭吉見家が私たちの今回の仕事場。私の横にいるのが依頼者の秋文さん。いや本当は秋文さんのご両親が依頼者なんだけど、お二人は娘さんご夫婦とこの家を離れている。この度はお呼び立てして申し訳ありませんな。いやおふくろが迷信深くてどうも。この人は秋文さんのお兄さんで和康さん。太めのおじさんだ。渋谷さんお酒は。いや僕もリンも飲みませんので。なるあんたは未成年だっつーの。なるにお酒を勧めたのは和康さんの奥さんで陽子さん。勝樹くんと葉月ちゃんという可愛い子供がいる。もう仕事やめだな。まさかこんな子供ばっかりとはな。安兄さんたたりなんぞあるか。神様が守ってくれてんだうちは。やめなさいよ。不機嫌そうに黙り込んだのは次男で安隆さん。がっしりした体格の人。食ってかかったのは次女の直さん。ちょっと気が強そうだな。でも大人数の食事ってなんかいい。ずっと一人で食べることが多かったから。小野冬美原作悪霊狩りゴーストハント第3巻恵比寿維新論第1話戒名。芸能者が亡くなっていた落獄堂。ひっどいなぁ。僕だって夕飯抜きで来たんですよ。おお、そう思って少年の分もたっぷり食べておいた。ああやだやだ貧乏人は。まあ仕事じゃなきゃこんな高級料亭これっこないんだからしょうがないか。そういう綾子はどうなのかにゃ。あら私には玉の腰というチャンスが残されてるもの。その性格じゃ乗れる腰もたかが知れてるって。女子供にはわからない魅力があるのよ。依頼者さんが震えてますよ。いえすみません秋文さん。いやいいんです。祖父が亡くなってからずっと。本当はもっと賑やかなんですけどね。両親が妙なことを言い出して逃げ出してから安兄さんも和兄さんもピリピリしてるみたいです。その妙なことってのがつまり今回の依頼ですよね。吉見家は代替わりの時に人が死ぬ。それが秋文さんとそのご両親からの依頼だった。昔秋文さんのひいおじいさんが亡くなっておじいさんが家を継いだ。その時バタバタと家族が死んであっという間に家がガランとしてしまったという。そしてその前の代替わりの時も。今回祖父が亡くなり父が家を継ぐことになりまして、呪いなんか迷信だと思っていたんですが。一応私どもの方でも調べてみました。安原さん。はいはいっと。32年前秋文さんのおじいさんがひいおじいさんから家を譲られた時、家族が8人死んでいます。無理心中、自殺、事故。他にここに泊まっていた客の死骸が海から上がり、呼ばれた霊能者が3人。あ、こちらはゴマの火が燃え移ったとか。新聞で裏は取りました。計13人だと。霊能者が亡くなっていた。あ、すいません、そういう話も聞いていました。ただ父は
それはお伝えしない方が良いだろうと。ああ、ビビると思われたんだ。まあまあ。で、ひいひいおじいさんが亡くなった時は、まだ戦前ですけど、家族は6人死んでいます。井戸に毒物が入っていたとかで。でも戦前ですから、他に何かあったとしても隠されていたかもしれないですね。確かに呪われていると言っても良いかもしれませんが、その前は、それなんですけどね。吉見家で大量に人が死んでいるのはこの2度だけなんですよ。その前は別に代替わりでも返事は起きていないんです。起きていない？じゃあひいひいじいさんが呪われるようなことをしたってことか？結論は早い。それでおじいさんが亡くなってから具体的に何か返事が？はい。まず葬儀の日から飼っていた鳥や犬が全部死んでいます。鳥は鳥かごの中で、犬は海岸に打ち上げられていました。うわぁ。あと従業員が幽霊を見たと。ご覧のようにこの窓は断崖に面していますから、海側には誰も立つことはできません。それなのに人影があったと。そしてもう一つ、秋文さんは和康さんの娘で、まだ小さい葉月ちゃんを連れてきた。またなの？大丈夫だよ、みんなお医者さんじゃないからね。痛い。秋文さんは静かに葉月ちゃんの服をはだけさせた。首の周りにぐるっと一周するように赤い湿疹、あと背中にも湿疹がある。だがそれは筆で書いたようにはっきりと文字の形をとっていた。前月院落獄道に。ひでえな。これは戒名だ。悪質な戒名。前月ってのは何かを恐れることがバカみたいに度を越しているってこと。落獄は地獄に落ちるって意味だろ。そんな戒名って？このバカな子供は地獄に落ちる。前月の月は葉月の月。これはこの子の戒名だ。あーやだよ、やすおじちゃんやだよ。何？バカ、やめろやすおじちゃん。やめてよ。なんだこんなの。調理場に駆けつけると、安高さんが歯の折れた包丁を持って口に泡をためてわめいていた。和也さんがのしかかるようにして押さえつけているけど。何がありました？こっちこそ知りたいわ。食事の時不機嫌だったからその理由を聞いたんです。そしたらいきなり包丁持ち出してきて。はい。暴れ続ける安高さんの後ろに回った凛さんはあっさり羽交い締めにしてしまった。殺してやる、殺してやる。憑依霊か？どうもそのようです。普通の人間の力じゃない。落とせるか坊さん。悪いが俺は人間のつきものを落としたことがないんだ。あらあら、飛んだ霊能者。前に壺に憑依した霊がいてな、それに向かってくじを打ったら霊は落ちたが壺も粉々になっちまった。試してみるか？それはまずいのでは？相手は人間だし。舞も絶対に人に向かってやったりすんなよ。松崎さん、とりあえず落とすだけなら。でもその後は知らないわよ。このままつかせておくよりはマシでしょう。わかったわよ、しっかり押さえといて。慎んで感情を立てまつる宮代なきこのところ降臨鎮座したまいて神具の払い数々数々平らけく安らけく聞こしめして願うところを官能能樹なさしめたまえ。坊さん、安原さんと舞を外へ。綾子の祝詞が効果を見せたのは初めてだ。なんて監視してる場合じゃない。リーさんに束縛されながらも笑う安高さんの姿にダブって何かの影が浮かび上がり始めたのだ。何か獣のような影、人の背丈ほどもある巨大な獣の影は次第に濃くなっていき、南無本尊開丸して
大輪猫を貴公守護したまえ。なる獣ごときが。安高さんの体から飛び出た黒い影は一直線になるに向かった。でもなるは平然と身構えて。なる、いけません。なるの体をすり抜けるようにして獣の影は消えていった。そのまま壁の向こうに消えてしまったのだろうか。衝撃で壁に叩きつけられたナルはさすがにショックだったみたい。怪我は？大丈夫だ。安兄さん、あ、これは何が？落とせたみたいね。安高さんは食事の前に家の外に出て、それからのことを何も覚えていなかった。これで終わったとは思えないな。当然だ。何者かがこの屋敷の人々に殺し合いをさせようとしている。呪いの正体を確かめないことには。痛むの？私やっぱりなんか湿布かなんかもらってくる。母屋に続く廊下の途中で誰かがささやくような声で呼んだ。よく見れば子供が格子戸から覗いていた。お姉さん、どうしたの？勝樹くん、お姉さんたち全部で何人いるの？今のところ6人だけど。6人、多いな。大変。うん。勝樹くんは背後の暗闇に囁いた。まるでそこに誰かまだいるみたいに。そしてクスクスと笑う。ねえ、どうしてそんなこと聞くの？6人でしょ。大丈夫。私は一人で廊下に取り残された。でも動けない。暗闇にまだ誰かがいるような、勝樹くんが話していた誰かが残っているような気がして。変だ、何かが変だ。海妙とは死んだ人につける名前。吉見葉月という女の子の背中に浮かび上がったのは彼女への悪意でつけられた海妙だった。代替わりのたびに家族が半減すると言われる能登の料亭で、私たちは姿を見せぬ悪意に包み込まれようとしている。小野冬美原作、悪霊狩り、ゴーストハント、第3巻恵比寿維新論、第2話コブ。あいつ逃げたんじゃない、ナルの中に入り込んだ。見捨てるなんてできっこないじゃない。海に飛び込むからな。翌日、秋文さんの案内で私たちは料亭の周りを見学した。ナルとリンさんは午後に到着する予定の雅子とジョンを待つためお留守番。
気をつけてください。ここからは柵がありませんから。ねえ若旦那、若旦那別に僕はここを継ぐわけじゃないんですけど。まあ細かいこと、あれ何？草原に生えた松の間に石が5つ並んでいる。一抱えもある苔むした石だ。墓石みたいですよね。うちがこの場所に越してくる前からあったそうです。よくわからないのでそのままにしてありますけど。ああ、あんなところに神社があるじゃない。あ、一人で行かないでよ、危ないな。神主さんもいないような小さな神社なんですけどね。うちが時々掃除してるだけで。立派立派。へえ、毎度のもあるんだ。私にはとても立派には見えなかった。小さな古ぼけた神社だ。あいつ本当に巫女なのかな。坊さんがつぶやいた。昨日の除霊だって派手に逃がしただけで完全に失敗だし、ちゃんとした神社に所属する巫女さんがふらふら勝手に除霊して回るわけがないんだよな。そうなの？ただ本当に無能なら鳴坊が呼ぶわけはないし。あ、若旦那はいはい。あそこに石碑が3つ並んでいるな。あれは十八塚です。十八と書いて十八。別名三六塚とも言うんで、十八というのは一種の地口だと思うんですけど。にゃ、三六十八でしょ。はい。なんで三六塚というのか誰も知らないんですが、これが三つで、さっきの岬の突端にあった石が、あれは五つだったよ。だからあっちはもともと六つあって、合わせて三六だったんじゃっていう人もいますが。ねえ、ひらめいた。あの石は狐かなんかの墓だったのよ。でもって店を建てるときに一つ壊すか移動させるかしちゃって、そのたたりで。先走るなよ少年、もう一働きってことになりそうだな。心当たりの伝承から石一つかのこと調べるんですね。渋谷さんに行って早速動きます。さすが反応が早い。他になんか言い伝えとか変な場所とか。あとは別に、おこぶ様の洞窟くらいで。おこぶ様？神社の裏手の崖に洞窟があるんです。よく動物の死骸とか流れ着く場所なんですけど、そこにおこぶ様っていう木の棒が祀られているんです。ただの木の棒？ちょっと仏像みたいな形した流木なんですけどね。エビスか。え？何エビスって。日本には海の向こうから来るものは常世から来るありがたいものだっていう信仰があるんだよ。めったに見られない漂着物や変わった流木や珍しい石なんかが海岸に流れ着くと、良いことの前触れだとして祀ったりした。そういうのをエビスと言うんだ。へえ。まあエビスがいいものばかりとは限らないんだけどな。でも大変ですね。神社だけじゃなくその洞窟の掃除もするんだ。家には仏壇もあるし、お寺参りもしますよ。どれが本当の神様なのかこんがらがったりしないの？どこの家でもそうなんじゃないですか、本当の神様なんて。あれ、なる、まさこもう来てたんだ。まさことなるが日本庭園の隅にいた。驚いたのは雅子がいたからじゃない。なるが雅子の頭に手を回していて、それはまるで恋人同士のような。なる、おい、リンを呼べ。え、何ぼーっとしてるんですか。あれ抱き合ってるんじゃありませんよ。渋谷さんが原さんの首を。やめろなる。坊さんが割って入った。確かに、ナルの両手が雅子の首にしっかりと食い込んでいる。それに、あの笑い方、あれは、昨夜の安高さんと。私が除霊したやつ、あいつ逃げたんじゃない。ナルの中に入り込んだんだ。嘘でしょ、ナルが憑依されるなんて、そんなの。遅れてすまへん。どないでか、渋谷藩。気絶させた隙に結界を張りました。
周囲に私の指揮を残しましたから、どなたもこの襖は開けないようにしてください。除霊はできないんですか？はあ、普通の票入れならともかく渋谷藩に着くようなものとなると。それってナルボーなんてのは本来は一番霊が嫌うタイプなんだよ。我は強いし頑固なのに、一瞬の今日をついたにせよ憑依するなんて生半可な霊とは思えねえ。和也さんに意思に反した行動を取らせた以上、深く霊は食い込んでいますわ。下手に除霊しようとすれば和也さんの力が反撃に使われる。ナルは喧嘩強いわけ？殺し合いならナルの圧勝でしょうね。つまりナルに取り付いている相手の正体が分かるまでリンさんの力で封印しておくしかないということだ。さてどうする、ミナノシュ。つまりナルを見捨てて逃げ出すか、やれる限りのことをやってみるか。見捨てるなんてできっこないじゃない。みんな思い思いにうなずいた。できるだろうか、ナル抜きで見えない悪霊と戦うことが。でも私は一人になってもナルを救う、きっと。マサコちゃんや、ナルについている霊は見えるのか？ええ、おぼろげな影が。狐と言われれば似ているかもしれませんけど、でも何の感情も感じられない。恨みも怨念も空虚な霊ですわ。妙な話ですね。何の恨みもあらへんのに巨大な力を持っている霊やなんて。和也さんについているものだけではありませんわ。え？この屋敷の周りには空虚な霊が集まっています。それはつまりナルについたのと同じような憑依霊がまだいるってこと？ええ。何ですかこれは？悪い霊を寄せつけない護符なんです。いつも体につけておいてください。私はもう必要ないんでしょ？いえ、安高さんも和康さんも家族全員の方につけていただきます、危険が去るまでは。あと奈緒さんにも渡したいんですけど。奈緒、そういえば今朝から見てないの？あ、私が預かりましょう。どっかフラフラしてるんでしょう。しょうがないやつだ。彩子に書いてもらった護符を私と雅子が手分けして家族に配った。憑依霊が一体でないとしたら、またいつナルや安高さんのようになってしまう人が出ないとも限らない。ところが一人だけ。そんなのいらない。ねえ待って、勝樹くん、これは大事なものなの。ほら葉月ちゃんもつけてるでしょ。葉月、そんなの捨てろ。どうして？これつけてないと大変なことになるのよ。ねえ、あの人死んだ？あの人？首絞められたんでしょ、あの女の人。どうしたの？なんで、雅子のこと。ああ、あの人ね。どうしてそんなこと知りたいのかな？ねえ、死んだの？そうよ、死んだわ。やった、この子は。それに秋文さんが。秋兄さん？秋兄さんがどうしたの？車に乗った？ねえ、車？なんだよ、話せよ。話さない。車って何？正直に言わないとこの護符を貼り付けるわよ。取れないようにしちゃうから。話せ。待って、もう一度そんなことしたら海に飛び込むからな。あなたは葉月くんじゃない。誰なの？殺してやる。誰を？お前もお前らもこの家の連中も。ダメだ、私が駆け寄ったら本当に海に落ちるつもりだ。この子供も。止めるには
下に向けたらどうなるか。海に飛び込むぐらい慈悲のうちだよ。楽なもんだ。首を切られるのに比べたら。その子は関係ないでしょ。離れなさい。離れるとも。子供が死ねばな。止まって、誰か、勝木君を止めて。クサマンダバサラダンカン、リ、ピョ、ド、シャ、カイ、チ、レッツ、ダイ、ゼン。私がくじを切った途端、勝樹くんはその場に転んだ。私が駆け寄ると、勝樹くんは悲鳴に似た声で泣き出した。その背中には、私が空中に描いたのと同じ格子縞の形に、日膨れができていた。私は、人を、小さな子供を、傷つけてしまった。誰かが呪っている。不気味な憑依霊が人に取り付く機会を狙い、とうとうなるまでも心を奪われた。私たちは逃げることはできない。小野冬美原作、悪霊狩り、ゴーストハント、第3巻恵比寿維新論、第3話まれびと。子供に怪我をさせたのは誰？父と子とは精霊の皆による。ナオさんは誰かに殺されたのかもしれない。サマンダバサラダンカン、ピョッドシャカッチレッツダイ。大した怪我ではありませんでしたわ。もう痛くないわね。お兄ちゃん大丈夫？うん。子供に怪我をさせられてはかなわん。本当に本当にすみませんでした。和也さんの言う通りだった。憑依されていたとはいえ、私は子供に向かってくじを打ってしまった。和兄さん、谷山さんのせいじゃないですよ。しかし憑依霊のせいだと言われてもな。谷山さんの言われた通りでした。ブレーキオイルが漏れていました。じゃあ気がつかずに乗っていれば事故に。それを勝樹がしたと？勝樹君の仕業じゃありません。操られただけです。しかし、舞、いかなる事情があろうと人に向けるなと言っておいただろうが。だって、舞、お前さんには才能があるよ、拝み屋のな。だから二度とするな。俺たちはそんな力を間違わずに使えるほど完璧じゃないんだ。あら、一丁前に。子供に怪我をさせたのは誰？あ、陽子さんの優しそうだった顔が豹変している。勝樹、葉月、そんなもの捨てなさい。そんなもの、その虐待もないゴフのことよ。余計なことしないでちょうだい。そんなことはないですよ。どうぞ、新しいのをお渡ししますから。陽子さんの手のひらの上でゴフが燃え上がった。この人は、ほらね、こんなもの全然なんでもないじゃない。いや、ほか。ママ、綾子、七幕、さ、静かにしてください。何、私に触らないで。俺たちはちょいと陽子さんに用があるだけで、あんたは出て行ってもらわないとな。ジョン、いるな。ほいです。じゃあやらせてもらいます。坊さんに抑えられてもがいていた陽子さんだけど、綾子が手を組んで何かつぶやくと
その動きが止まった。ジョンが聖水をまき、陽子さんの周りをじりじりと回りながら真面目な顔で十字を切る。我は万事呪われた不純極まる霊、悪意の元凶、犯罪の本質、罪の源、欺瞞と神聖冒涜と姦淫と殺人にふける汝に言葉をかける者なり。あれはキリストの御名において汝に厳命いたす。体のいかなる箇所に身を潜めていようと、その姿を現し、汝が占有する体より逃げ去るべし、離れるべし。いずこに潜みおろうと離れ、神に捧げられたる体をもはや求めるなかれ。うわぁ、大丈夫、来ちゃダメ。父と子と精霊の御名により、聖なる体は何時に永遠に禁じられたものとなすべし。インプリンシオン。大丈夫やと思います。私はだけど、まだ次女の奈緒さんは行方不明のまま、夜がやってきた。誰かが窓に小石を投げている。でも窓の外は遥か下に霊があるだけなのに、窓から覗くと渦を巻く白い光に混じって波の上に立つ人影があった。なるだ。ああ、これはいつもの夢だ。おいで。私の体はなるに導かれるまま窓を通り抜けて波間に浮かんだ。そのままふわふわ周りの人玉と一緒に漂っている。目の前になるの困ったような笑顔があった。夢に出れるぐらいなら憑依霊なんかさっさと追い払ってよ。心配かけてごめん。なる、教えて、どうして憑依霊なんかに。完璧なものなどありえない、油断があった。どうすればいいの、なる。私、僕は夢の入り口を示すだけ、あとは自分でやるんだ。舞、私たちは崖の根元にある洞窟に吸い込まれていた。中にはまるで雪のような小さな光が無数に横切っていく。これがみんな霊？吹き寄せられた霊のようだね。この辺りで死んだ命が吹き寄せられてくるんだ。洞窟は途中で大きくくの字に曲がり、その奥に古い小さな祠があった。何か変だ。とても神聖な感じと気持ち悪い感じが混ざっているような。雪のような霊に混じって大きく輝く存在があった。打ち寄せられる波とともに洞窟に入ってきたその光は、洞窟の奥に開いた小さな口から空に向かって消えていく。でもしばらくすると同じ光がまた海から現れて同じことを繰り返す。あれは再生の儀式だ。暗い洞窟を通り抜けて生まれ変わろうとしている。でも私は目を凝らした。光がぼんやりと何かの形をとっている。あれは人の霊だ。それも私が会ったことのある。ナオさん！何の騒ぎだ、舞。秋文さん、あの洞窟の奥ってくの字に曲がっていて入り江に抜けてる？え？あと、
古い祠がある。降りたんですか？慣れないと危ないのに。舞、どうしよう。綾子、まさこ、どうしよう。私、翌朝、洞窟に降りた坊さんと秋文さんたちが流れ着いた奈緒さんの亡骸を見つけることになった。女の人なのに解剖なんかされるの嫌だろうな。警察が呼ばれて、奈緒さんの亡骸は運ばれていった。安高さんが付き添う。葉月ちゃんと勝樹くんは何があったのかも知らないまま庭で遊んでいた。舞、しっかりして。まさこ、やっぱり私たち、なるがいなきゃ何もできない。渋谷さんに頼ることはできませんです。まだ呪いのせいと決まったわけじゃないですし。あ、そうよね。奈緒さんは崖から足踏み外しただけかも。その逆も考えられる。どういうこと？奈緒さんは誰かに殺されたのかもしれない。そんな考えたくはないですけど、奈緒さんが行方不明にならはった時点で陽子さんと勝樹君は憑依されたままで嫌がりましたし、子供だって体当たりすれば崖から突き落とすぐらいのことはできる。それに秋文さんや和也さんだって憑依されていないとは限らない。ああ、もう疲れた疲れた。 あれ皆さん出迎えですか？ご苦労さんです。安原さん、結論から言いますと、問題は吉見家ではなくこの場所にあるようです。場所に？はい、もともとここには藤迫という家があったのですが、その家は安政年間に途絶してしまっているんです。その次に住んだのが吉見の本家だったのですが、こちらも秋文さんたちの一族が越してくる5年前に返事が続き耐えています。その後に金沢から秋文さんのひいひいおじいさんたちが越してきたんです。この場所に何があると言わはるんですか？この辺りにはまれびとを殺す、いわゆる偉人殺しの民話が多いんです。まれ？まれびとというのはな、神を背負って村々を渡り歩いた人々のことだ。普通の人間ではなく、神や仏の代理人のようなもんで、予言とか狐を落としたりとか。私たちみたいなもの？ああ、だが彼らはよそ者だし、金を持っていることもあるから殺されてしまうことがある。偉人殺しの民話は珍しいものじゃないぜ。まあ聞いてください。いくつかバリエーションはあるんですが、主なパターンはこうです。昔、村に3人の修験者がやってきて、おこぶ様のたたりを取り除こうとする。彼らが祈るとおこぶ様は金の仏像に変わった。修験者たちは仏像を都へ持ち帰ろうとしたが、欲に駆られた村の長者が修験者たちを殺し仏像を奪う。すると仏像は元の木に戻り、ほどなく長者の家は不幸が続いて耐えてしまった。やっぱりありきたりじゃない。でもおこぶ様は本当にあるんだよね。それに戸八塚です。神社にあった石碑か。別名三六塚、つまり三人の六部の塚じゃないんですか。古い記録では神社の石碑を六部塚と記しています。変形しているにせよ、かつてモデルになったような事件が現実に。あの六部いうのは全国を回る修行僧のことさ。やはりまれびとだ。伝説では修験者となっているのは六部と、そのまま伝えるのをはばかったんじゃないのか。
じゃあ山麓塚に眠っている連中が今もこの家を呪っているっていうの？いくらなんでもしつこすぎない？ところがそうとは決めつけられないんですよ。もう一つ話が。東京来ますわ。たくさん空虚な何かが。私にも分かった、何かが来る。かつてこの家に呼ばれて呪いを解こうとした霊能者たちは全滅した。私たちも同じ道をたどっているのだろうか。用意されていたのは安高さんだけではなかった。勝樹くんに続いて陽子さんも怪しい変貌を遂げ、奈緒さんは悲しい姿で発見された。私たちは何もできない。でも敵は待ってくれなかった。小野冬美原作、悪霊狩り、ゴーストハント、第3巻恵比寿維新論、第4話榊。来ますわ。早く別へ。何をポケットしている。ベースに集合しろ。上半身が逆さまに現れた。だがその人間には首がなかった。一人二人、次々に首のない人間が屋根からぶら下がり、ガラスはそれで埋まってしまった。あれは資料ですわ。六物館について調べた時にあった伝説なんですけどね、昔この辺りで一揆が鎮圧されて、首謀者を差し出せば村人は助けてやると言われた。村人たちは首謀者たちを裏切って密告してしまうんです。追い詰められた首謀者たちは六物館まで逃げたところで首をはねられた。近くに墓を建てて手厚く葬ったが、その墓にいたずらすると首に妙な出来物ができ、腐って首が落ちると。首の出来物、葉月。一揆があったのは史実です。調べました。処刑された首謀者は5人。5人、六部塚の近くに墓、あの庭の石。来ますわ。早く別へ。お前無事か。坊さん、秋文さんの方にも何か出たの？土左衛門さんたちのデモ隊です。ゾンビ映画じゃないってのよ。ゲゲ、あれ姉さん、カズ兄さんは？え、あ、私子供たちに夢中で。私探してくる。おい、前一人になるな。資料がゴロゴロしてんだぞ。もう誰も死なせるもんか。やめなさい。分ければあなたが知ることになります。リンさん。ベースの中ではナルがいる襖に向かって包丁を振り下ろす和康さんと、それを必死で止めようとしているリンさんがいた。和康さん、まだ憑依されている者がいたようです。谷山さん、くじを。
私の指揮では殺し合いになってしまいます。でも脳裏に傷ついた勝樹君の背中が浮かぶ。怖い。人を傷つけることは自分が傷つくよりも。和也さんが襖を押し広げた。裂け目からナルが見える。暗い目でこちらを睨んだナルは、私の知ってるナルじゃない。突然裂け目から何かが飛び出した。私は見てしまった。裂け目から現れたのは、赤くねじくれたような長い腕。それが指ほどもある長い爪で和也さんの腕を引き裂いて、また襖の向こうに消えたのだ。これがリーさんの指揮。臨機応答者怪人烈然よ。リーさんが構えたけど、和也さんが放った見えない刃はリンさんの肩口から血を吹き出させた。ダメだ、こんな恐ろしい戦いさせちゃダメだ。私は庭に出た。垣根の向こうは断崖絶壁。まさか和也さんここから。誰かが私の背中を突き飛ばした。落ちる。水面が迫る。あそこに叩きつけられたら生きてられない。舞しっかり。大丈夫です。私しなかったの。危ないところで思いましたけど。和也さん。和也さんがやったんだね。奈緒さんをここで突き落としたんだね。舞さん、奈緒さんのビジョンを見たんですか。お前さん何者だ。何の恨みがある。目的は一つ。死だ。カゼスさん。カゼスさんの体は軽々と垣根を飛び越えると、そのまま消えていった。見下ろすと波間に漂うものが見えた。私、下に降りる。もう間に合いませんから。秋文さん、見て、いたの。この高さでは。こんなのない。私たち何のために来たの。どうしてこんなことがあるの。誰のせいでも。よかったです。そんな。少なくとも兄は自分のしたことを知らずに済んだのですから。綾子は居住まいを整えて巫女そのものの服装に戻っていた。手にはお酒が一本と鈴をつけた榊の枝。みんなはベースに戻って。安原君と雅子が家族を守っているから。何のつもりだ。雅子が気づいたのよ。襲ってくる狩猟が空虚なのは、あれが何者かに刺激されているからだって。リンの指揮と同じで、何者かが狩猟を操っているのよ。本体を除霊すれば残りは消える。私神社に行くわ。本体は三毒塚の六部だと。しかし、お前じゃ無理だ。今までは事情があったの。今度はできる。はい、そうですかと言えるかよ。ジョンとマイは残れ。俺は用事のためについていく。私も行く。信用できないってわけ？親切で言ってあげてるのに。ごめん。謝ってもらうようなことじゃないわよ。ああ、バカバカしい。
何なんだろう、このいきなりの地震は。うろたえつつ、私たちは神社へと急いだ。もうすぐ夜が明ける。本当に大丈夫か？こんないい場所はないわよ。小さいけれど、ちゃんと信仰が残っている。木も生きてるし。木にお酒をやるの？私の実家の前に大きなクスの木があってね。それが小さい時からいろんなことを教えてくれた。近所の病人の式まで教えてくれるんで、小さい頃は親に言うたび叱られていたけどね。多分私には大した力なんてない。でも私は巫女だから。慎んで感情を立てまつる。宮代なきこのところに降臨鎮座したまいて。彩子が祝詞を唱えると周囲の空気が澄んでいくのが分かった。そして境内の木から一人また一人とひげを蓄えたおじいさんが現れると、彩子が立てた榊に吸い込まれるように消えていった。木だ。木の精霊のようなものが彩子の榊に宿っていく。ナムライリン、エコー気候を守護したまえ。来た。な、土左衛門のデモ隊。王さんの言う通りのものがまっすぐ彩子を目指していた。その先頭には奇妙に首の折れ曲がった和康さんが立っていた。あなたたちも眠れる時が来ました。消える。消えていきやがる。彩子が榊を振るうたびに、資料たちは朝もやに溶けるように消えていった。和康さんも、そして奈緒さんもいた。奈緒さんは一瞬元の綺麗な顔に戻って、そして消えた。危険なことなんて何もない。資料たちは彩子に救われるために集まっているんだ。やがて首のない5人も消えて、そこにいるのは私たちだけになった。じゃあこれで終わり。最後の一振りで三六塚は音を立てて割れた。静けさが戻ってくる。なる。何をボケっとしている。ベースに集合しろ。そこにいるのは確かに私の知っているナルだった。いつにも増して不機嫌な。すべては終わった。悲しみとともに資料たちは彩子と木の力によって浄霊され、そしてナルも帰ってきた。いつもより不機嫌度を増して。小野冬美原作、悪霊狩り、ゴーストハント、第3巻恵比寿維新論、第5話嘘。きちんと返礼するのが礼儀というのは何の歌？樋口か！神とはそういうものですわ。サマンダ・バサラ・ダンカ。
教異霊たちを操っていた者はまだ除霊されていない。なぜそう言えますの？六部屋一騎衆では吉見家にたたる理由がない。彼らの恨みはかつてここに住んでいた一族を絶やしたことで終わっているはずだ。だとすれば残るは六部の伝説にもたたると記されているおこぶ様しかありえない。無駄かもしれないぜ。ただの流木かも。ごめん、私もなるに賛成。自分でやったのにですか？うん、条例してる時どうしても近づいてこない力があったのよ。例なら浄化を求めてくるはずだから、あれは例じゃない、もっと大きな力よ。なんてこった、ご本尊はまだ無傷かよ。でもな、自信がないものはついてこなくていい。待ってよナル。待てないね。これだけ愉快な経験をさせてもらったんだ、きちんと返礼するのが礼儀というものだろう。私は手伝えないわよ、もう気はないんだし。シエキレイはもういないんですね。ん？多分。なら結構。おこぶ様を除霊する。あの祠を。洞窟の中は夢で見た通り、小さな祠があった。祠の扉は開いていて、おこぶ様と呼ばれる流木が見えた。オンバザラギニハラチハタヤソワカ！何の音？洞窟の壁が動いています。入り口か！洞窟の壁がわずかに脈動していた。そして私たちの入ってきた入り口がはっきり狭くなっていた。なる！大元を立てば自然に開く。坊さん、ジョン。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。無数の顔が洞窟の壁に浮かび上がる。それが口々に叫びを上げ始めた。この言葉は初めて神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずなったものは何一つなかった。今だ！坊さんが特古書を流木に投げつけた。でもそれは跳ね返ってきて、坊さんはまともに食らってしまう。これじゃキリがないぜ。ちょっとの祈祷じゃひるませるのがせいぜいで、すぐに力を取り戻す。やはり私たちの手には負えません。神を除霊するなど不可能です。神？神ですって？そりゃ初耳だな、ナルボー。え？神って神様？気づかなかったのか。神社の裏手に洞窟があり、そこは死体が流れ着く場所で、そしてそこに降りるために危険な崖に石段が刻まれている。何のために？決まっている。そこにご神体があるからだ。おこぶ様が氏神？安原さんが集めてくれたコピーの中に氏神たたりをなすことという伝承があった。とある神社の御神体が恵比寿神で、これを祀ると暴風雨や高波が絶えた。だが村人やハフリが祀ることを怠るとたちまち災いをなし、ハフリ一家は多くの死人を出したと。ハフリって神主みたいなもんだけど。今は神社とここの間には吉見家が立っている。おそらく一揆の首謀者の墓を作るときに神社の境内が分割されたんだ。吉見家は元ハフリが住んでいた場所に立っている。おこぶ様はあの家に住んでいる者たちが自分を祀るべき祭司だと信じている。だから祀らなければたたる。一家を全滅させないのは祭司が必要だからなんですね。すごい。ナルにかかればあっという間に謎は解けてしまうんだ。なぜ黙っていた？神でも悪霊だ。違う。エビスとはいえ神だ。手厚く祀ってやればたたりは収まる。吉見家にはそう教えてやれば済む。怠ればまたたたる。これは邪悪な存在だ。それはそうかも。私の考える神様はナオさんやカズヤスさんを
あんな目に合わせたりはしないはずだ。安全をくれる一方で祭りを怠ればたたる神とはそういうものですわ。悪霊は除霊する。なる！秋文さんや葉月ちゃんやみんなのためなの？くだらないことを聞くな。嘘だ。なるはただ自分のプライドのために除霊したいだけなんだ。自分を操ろうとした奥部様が許せないだけなんだ。坊さん、ジョン、いい加減にしなさいよ。二人とも疲れ切ってるじゃない。自分のプライドを守りたいなら人に頼らず自分でやれば。できないならない。正論だな。さあ坊さん、みんな帰ろう。なるぼう、悪いな、限界だ。さあ捕まって。なる。なるは帰ろうとしなかった。みんなが入り口の隙間から抜け出そうとしているのに一人で祠に向かっていく。なる、やめなさい。なる、何？なるは下ろした右手を左手で握って、まるで右拳の先に何かをためようとしているように見える。その拳を中心に空気が歪んで見えた。なるは右手を上げた。リンさんが何か叫んだけど構わず拳を振り下ろす。何が起こったんだ？それはほんの数秒の出来事だったはずだ。ガラスにひびが入るようになるの拳の先から空気が割れたように見えた。風景が舞い文字に切り裂かれ、祠の中の流木が砕け散っていた。気配が消えました。ここはもう霊場ではありません。霊が吹き寄せられることもなくなりました。あいつは消えた。できるんなら最初からやってほしいな。なんて。戻るぞ。なる！なる！なる！なるが倒れていた。さっきまでピンピンしていたなるが。リンさん、今朝医師から説明がありました。どうやら回復しているようです。リンさん止めたよね、前にもナルを。ナルがあの力を使ったらこうなることを分かってたの？そうです。あれは気候なの？人は誰でも気を放出しています。気配というのがそれですね。気候は修練でそれを増幅していくものですが、ナルのあれは天賦のものです。人間が使うには大きすぎる。だから使えばああなるんです。私のせいだ。私が挑発するようなことを言ったから。ナルにだって何が起こるか分かっていたんですから。自尊心のために命を懸けるのは愚かなことです。目が覚めればそれに気づくでしょう。私もう少しここにいてもいい？お願いします。ナルの寝顔を見ながら私は今朝のことを思い出していた。ナオさんと和康さんのお葬式。吉見家の人たちは誰も私たちを責めなかった。私たちのせいにして
八つ当たりしてしまいたいだろうに。お花の水変えてきましたわ。うん。ねえ、まさこ、どうしてなのかな。なるみたいにいつも冷静なのが嘘までついて突っ走って。なるが間違わないなんて、私たちが勝手に思っていたことですわ。おこぶ様と同じ。え？神様が人の幸せのことだけ考えるなんて勝手な思い込みでしょ。前に雅子も会ったことがあるよね。夢の中で素敵に笑うなる。あれは私たちが勝手に作ったなるなのかな。本当のなるはプライドだけ大きくてわがままな、完璧になんかほど遠くて。でも嫌いにはなれませんわね。私たちはいつも勝手に何かを求めている。私たちの中にある誰かと本当の誰かは違う。でも私はやっぱり神様は私たちの幸せを叶えてくれる存在であってほしいし、そしてなるは完璧な存在なんてないっていうのは悲しいけど、多分本当なんだ。でもそう諦めてしまうのも悲しい気がする。まだ時間はある。まだナルが目覚めるまでもう少し、私には考える時間がある。